カステラがあるなって最初から思ってました。自分のさ、そう、自分のご褒美ってどうやって取ってる？自分のご褒美？うん、厳しく、自分に厳しくないと思ってて、そう、人から見るとね、あの厳しいよって言われますけど、うん、めっちゃ甘いですよ。もうご褒美はもう頑張らないことですね。なんか しんどくなったら横になったりとか、そういうのはちゃんとしてるなと思ってます、うん、まあ、今本当に今7時台とかにこう横になってる時、夜のね7時台とかにこう、もう今何時で、うん、まだ8時になってへんぞみたいな時とかもあるんですけど、それが一番、うん、甘やかしてるかなって今は。でもだいぶ迷惑かかる、うん、迷惑かかってる、そうそう、うん、全然かかってない。だからほんまそう、そのなんかどんな自分でも OK を出し続けるっていうのが自分のご褒美やなと思っていて、そのなんか理想のことあるじゃん、その、うん、旅行行きたいなとか、うん、なんか散歩する人生にしたいなとか、おしゃれな東京で住んでみたいなとか、うん、でもさ結構後回しにしがちじゃん、うん、そのもうちょっと稼いでからやろうとか、うん、もうちょっとやりたいことが決まってからやろうっていうのを、うん、逆でいいやんと思ってて、さっきやりたいことやろう、いつ死ぬか分からんしみたいなスタイルで、 それずっと言うよね、いつ死ぬか分からんしって、うん、そう、口癖。そうやな、そうだから、そうなんかある程度こう仕事とかも ある程度収入みたいなのを構築してから東京行くこともできたけど、東京行きたいのがさっきあんねんから、さっきそっち叶えたらええやんと思って、はい、なんかそういうやりたいことを叶えていくっていうのはすごい自分のご褒美かもしれない。自分の欲にね、欲にちゃんと忠実にね、忠実に理想のライフスタイルを先に手に入れたって、そう、手に入れた方がいいなと思って、欲に忠実に、そうですね、やっぱこれだから昨日いいなと思ってても一回見て、うん、翌日になってやっぱ嫌やなっていうこともあるし、うん、その逆もあるし、ね、まあ、それでいいよね。なんか一回イエスって言ったから絶対やらなあかんっていう世界観がしんどいっていうか、しんどいよね。でもすごいそういうこと多くない？なんか部活とかにしてもさ、もう入ったやつやらなあかんとかさ、変にこうそういうのね、なんかそう一回有言実行みたいな、一回言ったらやり最後までやりなさいとか、うん、3年最低3年勤めなさいとか、なんかそういう社会の中で生きてきたから、そうそう貸しちゃうね自分、うん、やっぱ嫌なったっていうのも全然ありやなっていうか、もうすごいそういうとこがあって、うん、勝山さんが昨日言ってたことと今日言ってたことが違ったら、俺コロコロ変わんない、めっちゃなんかなんでそう昨日言ってたのになんで違うんやって目くじら立てたんですけど、うん、もうそれがもう視野が狭いっていうことに気づきまして、本当仕事辞めてよかったなと思って。あ、そっか。自分は15歳の時思い出せる？うん、思い出せる。え、もし15の自分がふーって歩いてきたとして、今ここに、うん、あったとして、何を言ってあげられると思う？トイレです。親を悲しましたらあかんみたいなんで、ずっと大人になると自分の人生歩めないような感じの人生になるパターンとかもあるんで、自由に生きろって言いたいですね。あの好きなの、自由に、うん、自由に生きろって、あのやりたいことやれっていう感じですね。まあ当たり前のことなんですけど、うん、自由に生きてこなかったんです私。あの、はい、だからそれをやっぱりいろんなことがあって、うん、あのそれこそこう感覚で良い悪いを判断せずに頭で考えてこう大人になってきたので、うん、歌いたいから歌ってるわけじゃないですか、うん、やっぱそういうのってすごい羨ましいというか、なんか素晴らしいなと思うんですよね、うん、子供の時は絵描いたりとか、うん、あの好きだなったのに、今もう絵描けないわけなんですよ。描きたいと思わないわけなんですよ。だからそういう感覚がちょっと大人になって鈍ったりとか、うんうん、あの社会人として、うんうん、やらないといけないからやらないっていう、うんうん、やってたこう生活の中で、うんうん、その感覚っていうのがちょっと今あの置き去りにされてきてるんで、あのそれを磨いて、さあ自分は今から何が楽しくてどうなっていくのかなっていうのが楽しみなんで、
自由に生きようと、うん、やりたいことやれと言いたいです。これはなんか、うん、これはその人に褒められることじゃなくて、なんか自分がやりたいこと全部やろうみたいなこと言うからかしら、うん、そんな感じ社会的な面もさえし、これがいいってされているものをやって褒められて安心とかじゃなくて、ほんまに自分がやりたいことをどんどんやっていこうぜって感じを伝えるかもしれない。あ、今できてんねやな、じゃあ2人とも今ようやくちょっとようやくできてるね、うん、なんか人がどう思うかなとかも全く関係なく、自分がどう生きたいかなっていうのだけ考えてやってる。自分の息子を見てて、他人っていうか、まあ、自分が運だけど、自分じゃない他人の人間にこんなに許し続けないといけない存在なんかいなかったの今。彼氏にしても友達にしてもそこまで許せることなんかないねん。もう見放したり距離置いたりするんやけど、息子子供って絶対許すねんな。そういう風にできてるし、そうしないといけないから、だから忍耐のこともいっぱいあんねんけど、誰が許さなあかん私かって思うことが毎回あって、でも子供は許してもらえんねん。それを分かって、なんか子供、自分の息子だけじゃなくて子供に向かって接するときに、あなたは絶対許されてるよって言ってあげたい。あ、あんたがなんか下手こいても大人が責任取ってくれるからまだ大丈夫大丈夫って、うん、いい大人になってあげたい、うん、私は自分がちっちゃい時にみんな違って、まあ、はちゃめちゃやったと思うけど、もうほんまにげんこつで殴られたりしながら、でもそれは許されててんな。そこでお仕置きで終わってたことで、あとは大人が頭を下げてくれててんな、うん、ほんまは私が謝らなあかんことを親が謝ってくれたりしてたからできてたと思うな。だからそういう大人がいるよっていうのをまず、うんうんうん、分かってくれたら自由になれるね、多分子供は、うんうん、そういう風な大人がちょっとずつ許してくれる大人がいっぱいいたら、子供はそれはそれこそ LGBT のこともそうかもしれない、うんうん、いいやんって言ってくれたら、うんうん、めっちゃ楽になるのにね。なんかそういう大人が近くにおったら、居場所があったのかもしれないと思う、うんうん、ね、うん、そうですね、勉強になります。いや本当に本当に勉強になります。いやこちらこそ